ごきげんよう、ごきげんでいよう、青色万華鏡チャンネルのクルーです。いつも見てくださって、いいねやコメント、チャンネル登録をし続けてくださる皆さん、本当にありがとうございます。本日はですね、大学4年生の時に書いた卒論を今やっと製本しまして、それを朗読してみたんですが、全てを朗読している動画はあまりにも長いので別で出すとして、製本しているところと、この中の第4章そして終わりにの部分を朗読している部分だけをショートカットでお届けしたいと思います。十分長いと思いますが、ぜひ最後までご覧ください。特にこの第4章の玉百合姫の部分は、この前カラスに一重は似合わないがアニメ化されて喜んだ動画を出したと思うんですけれども、そのシリーズと出会うきっかけとなった玉百合姫も同じヤタガラシリーズなんですけど、それについて、まあ、今で言う、今この青色万華鏡チャンネルで言う解釈動画みたいな部分になりますので、ぜひそこと、あとはこの終わりにの部分には、もうさらにこの卒論とこれまでの大学4年生までの人生をトータルした私の解釈動画みたいな、こう自分の意見を述べている部分になりますので、ぜひそこはいつも解釈動画を見てくださっている方とかにもお届けしたいなと思っているので、そこの部分だけをまとめた動画となっております。それではご覧ください。卒業論文を今から製本していきたいと思います。こんな感じで書いてありまして、できるはず。ここの中の部分を取って、まずは確か卒論は2万字ぐらい書いた記憶が、こう目で読むのと耳で聞きたい時とあるじゃないですか。耳で聞きたい時用のために。感じが気になるんですけど、でも一応剥がれた。よかった。よし、出てる。あ、そうだ、卒業してこんなに時が経つまで製本しないとは、これを買った時の自分は思うまい。ここに差し込む、それだけ。こんな感じになりました。でタイトルだ、ヤタガラス論。これで書いていきたいと思います。いけるか、下書きなしです。なりました。普通に真横に描けない人間。割と普通に描けたと思います。
な感じでできました。おそらくここに貼るのが普通なんですけれども、なんかこれのこの無地の方がヤタガラス論っぽくて私にはヒットしたので、こんな感じで中に書いてみまして、完成です。イエーイ。まあ、論文は縦書きなんでこんな形で、それでは今からこれを読んでいきます。第4章、玉より姫。さて最後に、ヤタガラスに興味を持つきっかけとなった阿部津聡のカラスに一重は似合わないから始まるヤタガラスシリーズについて書いていく。まずこのシリーズは5作目となる玉より姫がきっかけで生まれた物語であることを記しておきたい。作者である阿部津聡は高校生の時に玉より姫の原型となる作品を書き上げ、松本清張賞に応募し、約500名の中から8名に選出された。しかしここでデビューさせるのは本人のためにならないとの意見により最終候補に選ばれなかった。早稲田大学文化構想学部の多元文化論系にて学び、大学3年生の時にカラスに一重は似合わないで第19回松本清張賞を受賞しデビューする。以降2018年まで毎年1作ずつヤタガラスシリーズが刊行されていた。しかし今年2019年はヤタガラスシリーズ新作の刊行はなかった。それに代わって発言というヤタガラスの一切出てこない全くの別作品が刊行された。デビューしてから毎年1作品ずつ世に出している阿部津聡の来年以降の作品も楽しみである。話はヤタガラスシリーズに戻る。物語の展開としてはヤタガラスの宿敵であった大猿との戦い、山神との確執については一応の決着を見せ完結したかに思えた当シリーズだが、実はまだ続いていくという。なぜならば阿部津聡自身がそう後書きに記しているからだ。累計発行部数100万部を突破したヤタガラスシリーズ第2章の幕開けを今か今かと待ち望んでいるファンは私だけではないだろう。そんなこのシリーズの根幹である玉より姫を中心に論を展開していく。まず玉より姫の主役は人間の少女である。つまり1作目から4作目までで物語で描かれていたヤタガラスの住む山内と呼ばれる場所が異世界であったことが5作目にして読者に知らされたのだ。それまでは山内の中から見た世界でしか物語は存在しないものと思っていた読者からすれば、自分たちの住む人間の世界とヤタガラスたちの住む山内が同じ時間軸に存在するのかと驚いたことだろう。このシリーズは新作が出るたびに主人公が変わり、物語世界を見る視点が変わり、自分の思っていた前作のイメージまでも覆されるのである。人間界が絡むことで俄然現実味を増すこの物語は1995年が舞台となる。玉より姫に出てくる主要キャラクターは後に巫女的役割を担っていく人間の少女志保と、一作目からずっと物語を展開してきたヤタガラス、そしてヤタガラスに攻撃を仕掛けていく猿と、ヤタガラスと猿が仕える山神という神である。この異種族が絡み合ってさまざまな人間模様を見せていくのである。あえて書く人間模様である。まずはなぜ主要キャラクターにこの人間と猿とカラスを選んだのかについて考察していく。第1章で述べた社会脳に関係するのではないかと考える。人間や猿だけでなくカラスも社会脳を持つ。つまり我々は人間なので、人間を主体として考えるならば群れをなす社会において互いのポジションは非常に大切になってくる。しかしそのポジションを強いか否かだけで縦に決めるのではなく、さまざまな特徴や個性でもって横に決めることで、生きるか死ぬかではなく、どう生きるかに脳みそを使っていけるようになるのだと私は考える。その考えから人間模様をリアルに表現できるのが社会脳を持ち合わせている人、猿、カラスだったのではないか。次に玉より姫とは何かについて述べたい。実はヤタガラスだけではなく玉より姫も危機神話に登場している。危機神話で記されている玉より姫は神武天皇の父を産む豊玉姫の妹であり、その神武天皇の父の養育者でありながら神武天皇の母として登場するのである。元は海の中に住まう神で人の形で登場するが、本来の姿はワニザメである。以下日本神様辞典からの引用である。玉より姫の神名は神霊の寄りつく巫女の意である。固有名詞というより神と通婚する巫女的な霊性一般を示すと思われる。
つまり神武天皇の母としての玉百合姫が有名ではあるが、そういった固有名詞よりも巫女的ニュアンスの意味が大きいということがわかる。古事記では玉百合姫と記されている。玉百合姫と表記が使われるのは日本書紀である。この玉百合姫にどこか他の表記に比べ女性らしさや丸みを感じるのは玉や姫という漢字によるものなのだろうかと考えたりする。そんな玉百合姫は竜神との関わりも深い美しい神様であるという。ここで話は山神に移る。山神は本来の姿を忘れているという設定のもと物語が展開していくのだが、この山神こそ竜神なのである。作者が山神の本来の姿を決める際に神話を参考にしたのだろうことが推測される。そして山の神というものは生命を司る神である。小説内でも命を司れるからこそ山神は数十年に一度のスパンで生まれ直すことである種永遠の命を手に入れていたのではないかと考えた。次に山神と玉百合姫の関係性について神話と似ているところがあったので述べていきたい。姉豊玉姫の出産時に夫がミルナの禁を破り八尋鬼の姿を見てしまい、それを恥じた姉が海の国に戻ってしまう。そのため玉百合姫が代わりに残された巫女の養育を託されている。この展開が小説内と似ているのである。小説では一目悟空として村の女の子が山神の母として養育を任じられる。玉百合姫の主人公もその一人だ。前一目悟空が山神のおぞましい姿に恐れをののき逃げ出してしまったため殺されてしまう。その代わりとして連れてこられたのが主人公である。この物語の後半で覚悟を決めた主人公が山神を養育していく。すると山神は神としての風格を取り戻していくのだ。日本書紀に当てはめるのならば、玉百合姫はそのまま主人公の志保であり、山神は神武天皇である。また日本書紀で玉百合姫と結婚したのは鵜飼吹会津の御事である。この鵜飼吹会津は玉百合姫の姉豊玉姫の子であり、玉百合姫が養育した子である。そう見た時に玉百合姫の中で先代の玉百合姫が山神を産み育てるも最終的に恋仲になっている展開はまさにこれではないかと思った。そしてヤタガラスについて考えていきたい。カラスは民間伝承に登場するが、ヤタガラスが登場するのは大体神話が多く、神の使いとしての存在感が強い。実際に危機神話に現れるだけでなく、朝廷儀式の際の礼服に模様が施されるなど、朝廷や天皇との関わりは深い。そのイメージが当小説のヤタガラスのイメージにつながったのだろう。小説内でのヤタガラスは宗家を主にして東西南北に四家と呼ばれる一族がいる。彼らは貴族階級で宮ガラスと呼ばれ、普段は陣形をとっている。まさに日本中世の天皇を中心とした貴族社会が垣間見えるのだ。そして小説内でのヤタガラスの役割と危機神話に出てくるヤタガラスの共通性について述べていく。ヤタガラスが神武天皇を導いたという点、これはこの小説の中でも同じで、山神を今の住まう土地に導いてきたのはヤタガラスである。またその後も山神にお仕えする立場として存在し続ける。さらに玉百合姫がしっかりと巫女的役割を果たす玉百合姫になるまでを導いている展開となっているので、導く者としての役割を全うしていると言える。つまり当小説のヤタガラスは神話と同じ役割を持っていると言える。しかしこのヤタガラスたちが山神の力のバランスが乱れ手に負えなくなってしまったことを機に、山神を見捨て一族の平穏だけを利己的に考え、神に仕える者としての役割を放棄してしまう。その歪みが発端となり、この物語は展開し、そして終焉していく。この物語の展開の盛り上がりとして、山神が正気を取り戻していく過程がある。その際に玉百合姫の連れてきた犬と信頼関係を築く場面がある。それはまさに日本の神社によく見る狛犬のようなイメージである。また、ヤタガラスの協力者として天狗が登場する。物語が終焉に向かうにつれて、この天狗は、この小説の鍵を握る考えをたくさん提示してくるのである。このようにたくさんの神や神に関わる動物たちが登場するこの小説は、とことん日本の神話にこだわっていると感じさせる。この小説内の土地的構造として、山神の住まう神域と人間の住む世界、そしてヤタガラスたちの住む山内の3世界からなる。各世界と神域を隔てる境界に鳥居が使われている。鳥居は俗界と聖域等を分ける石門として神社に書くことのできないものである。この小説の読者は読了後に神社を訪れた際、きっとその鳥居をくぐる時に身構えるだろう。
ここから先は神の住まう土地であると、そう思わせてくれる小説は、テクノロジーが発展し科学信者が増える現代においてとても刺激になる良き作品であると考える。そしてここからは玉依姫が伝えたいことについて勝手ながら持論を述べていく。結論から述べると、この物語の中で一番大事だと伝えたいのは自覚である。自分の本当の姿を見失った山神と、本来なら真の金融として神の力を保持し、転生前の記憶を全て持ち合わせているはずが、その記憶を失っている八咫烏宗家の長なづき彦が己を取り戻していく展開になるのだが、記憶を取り戻す方法として元の名前を思い出すこと、名前探しが最善だと考えられている。名前探しをすることで正体探しになると考えていたようだが、実際には本当の名前が分かったからといって、それが元で山上に起きた変化はなかった。名前、ラベル付けには大きな力が、言霊が宿っているというのは実際にあると私も思う。だが、名前だけでは足りないというのも事実のようだ。小説内でも、自覚が天狗を天狗たらしめているのだと天狗自身が言っている。本当は、天狗の血を持っているのに、自分が天狗であることを忘れた天狗はその時点で、天狗の技を使えなくなるというのだ。なぜなら、自分が天狗だと忘れた時点で、天狗の技も忘れ、天狗が何者であるかも忘れてしまう。そんなものを誰が天狗だと証明できようか。つまり、この世にはそんなことだらけだということなのである。実体験として、私は少林寺拳法を習っている。つい先日、初段の昇段試験に合格し、黒帯となった。有段者となった私に変化はあった。練習の時は顕著にそれが現れる。有段者たるものという概念が頭をよぎり、背筋が伸びるのである。変わったことは茶帯から黒帯になっただけで、普段の練習も同じことをしているのに気持ちが違うのである。これは自覚の問題である。自覚とは恐ろしいもので、自分が何者かを追い求めても見つかるものではないのだ。自分がそう自覚した時にのみそうなるのである。玉依姫は神話というノンフィクションとフィクションの狭間に存在するものを使うことで、人々の親近感と期待感をくすぐり、人間の自覚や自問自答に問いかけた物語だ。最後に玉依姫のようにカラスが出てくる物語や童話について触れていきたい。私は阿部知里の八咫烏シリーズと出会うまでカラスという存在に見向きもしてこなかったが、聞いたことのある小説や童謡は存在していたということに気づくことができたので、その記念に。宮沢賢治の小説カラスの北斗七星では山ガラス対里ガラスの対決が描かれており、玉依姫でも宮ガラスと里ガラス、山ガラスと区別されているので、少なからず阿部知里が影響を受けているように思う。王様になったカラスという絵本は、戦時中に残された家族がその寂しさを悲しげなカラスの鳴き声に慰めを求める形で描かれた物語である。大きいカーと小さいカーカーというドイツ作家の書いた童話では、学校に通うカラスの共同体の中での成長物語である。カラスの空っぽという絵本は、カラスの貯食行動が損を招くという展開になっており、普段賢いイメージのカラスからしたらイメージダウンにつながる間抜けな物語である。銀河鉄道カラス座特急という童話は、神の使いとしてカラスが登場し、妹を救いたいという兄の願いを叶える。また童謡では、七つの子がとても有名だろう。カラスなぜ泣くの、カラスは山に可愛い七つの子があるからよ、という歌詞は読んでいるだけで頭の中で一緒に曲が流れてくる。また夕焼け小焼けもとても有名だ。夕焼け小焼けで日が暮れて、山のお寺の鐘が鳴る。お手手つないで皆帰ろう、カラスと一緒に帰りましょう。この曲、私の地元では夕暮れ時に地域のチャイムアナウンスとともに流れてくるため、幼少の頃公園で遊んでいた時によく聞いた覚えがある。七つの子では山にカラスの巣があることを示していて、夕焼け小焼けはカラスが日が暮れるとともに自分のねぐらに帰っていく習性を知っていたということになる。
どちらもカラスが身近な存在であったからこそ曲として成立し、人々に受け入れられ、世代を超えて残っているのだろう。この二つの童謡から、カラスと山の関係は切っても切り離せない密接なものだとわかる。カラスは人間と本来ならばもっと身近であるべき存在だったのに、いつの間にか人は害鳥とみなしてしまった。その背景にはカラスの賢さに対する人間の嫉妬心が見え隠れしているように思う。カラスへの畏敬の念を忘れた人間がカラスの価値を勝手に下げてしまった。本来は頭のいいカラスとこそいい関係を築けるはずなのに、人間は傲慢である。自分たちの言うことをただ聞くだけの動物を愛しているように見えてしまう。出る杭は打たれるということわざに当てはめるならば、カラスは杭だと言えるだろう。人間から見た社会においては。終わりに、今回の学びを通して私が感じたことは、この世のすべては意識が作り出しているものだということである。万物は流動的で他の姿を取り得るし、また各々の見方によって様々に変化しているように見えるものである。ここで言う各々とは、人それぞれという自分や他人を比べた時に限ったことではない。それは人は自分自身でも常に変化しているからだ。過去の自分と今の自分、自分は自分だと思うかもしれないが、同じ自分なんて実は存在しないのだ。1分1秒、時が流れればそれだけ自分の身に変化が生じている。生まれてから死ぬまでの過程、最初と最後を比べればその差は歴然である。しかし日々の自分同士を比べてもその違いを見分けるのは難しい。だがよく観察すると、感情の変化からその違いはわかることがある。感情は1分1秒単位で目まぐるしく変わっていく。その感情の変化によって何か自分の中で気づいたことがあるとしよう。そうしたらその気づきによって何かしらの影響が出るはずだ。その影響された今の自分は、たった数秒前の自分とは違う考え方や見方ができるようになっていることに気づく。これこそが変化である。そうは言っても人は自分自身で変わっていくことは難しい。何度自分を奮い立たせようとしても、自分の気持ちだけで行動が次第に伴わなくなってくることはよくある。だが案外他人からの影響でコロッと変わってしまうこともまた多くある。外からの刺激、周りの環境に人は弱いのである。なぜなら人は一人では生きていけない生き物だから。というよりは周りも含め、すべてが相互作用し合って、共鳴し合って成り立っているのが世の中だからである。人は鏡写しであり、同じではいられない。そう考えるのもまた意識である。神話という観点からも同じことは言える。神話というものはノンフィクションとフィクションの狭間であると私は思う。神話をただのおとぎ話、絵空事だという人もいる。しかし、それを真っ向否定するだけのリアリティは確かに存在しない。なぜなら神話として語られるような時代に誰一人として今を生きる我々は存在していないのだから。自分の目で見ることも科学で証明されることもままならぬ話をどう信じろというのだろうかと言われても反論はできない。だが私たちは本当に目に見えるものだけを見て生きているのだろうか。それこそ人の気持ちや考えは表現しなければ見えてこないものであり、人にとって心と頭の中の方が肉体よりも自分を自分たらしめるのに必要不可欠なものだと思う。だからこそ目に見えないことの方が大事なんて言葉を世の中でよく耳にするし、人はその言葉を受け入れる。どうして受け入れられるのか。それは自らに心当たりがあるからだ。またたとえ目に見えるもののみを絶対として考えたとき、果たしてその目に見えていると思っているものは本当にそこにそうして存在しているのだろうか。自分にはこうだと見えている、それも他の誰かから見たら乙に見えていたなんてよくあることだと思う。人は人の数だけ人生があり、その数だけ様々な環境で生き、経験を積み重ねてきた。誰一人として同じ人はいない。だから目に見えるものの見え方だって実は少しずつ違っているのかもしれない。もちろんこの問いに答えはない。それは他者の見え方と自分の見え方を比べる手立てがないからだ。
それをよく表しているのが色盲だと思う。通常より見えにくい色が存在すると言われる色盲だが、その差を画像にし見ることはできるが、それを実際に見ることはできない。出力したその画像を自分の目を通して見た時点で、それは自分の感覚との差であるからだ。そもそも自分と他者の色の見え方なんてわからない。色に名前をつけ、互いに同じ色を認識しているつもりになってはいるが、実際他者の見るその色が自分の思うその色と明度や彩度、濃淡まで一致しているかどうかなんてわからないのだから。でもそれでいいのである。人は自分以外の他者と寄り添い、分かち合おうとすることで成長するようになっているのだから。何もかも同じ、ある種機械のようなものであったら、人は互いを知ろうという好奇心や寄り添い合うという感情を持ち合わせていないだろう。そしてこの感覚、自分は人間であるという感覚があってこそ、人は人間でいられるのであるという考えと同意だ。反対に、玉依姫でことさらに示されている人ならざる者が存在するために一番大事なものは、心の持ちよう、ある意味自覚なんだという感覚につながるのである。人ならざる者は人なくして存在しえない。だから一番大事なのが自覚で、二番目が他者からの、人間からの認識なのだ。終わりです。以上となります。読み終えました。最後までご覧くださった皆さん、誠にありがとうございます。そして大学生、大学4年生でこれを書いた私、ありがとう。いかがでしたでしょうか。この青色万華鏡チャンネルを始めるきっかけとなったその思いの根底というのは、もう大学4年生の時に出来上がっていたというのが、これである意味証明されたというか、自分的にも、あ、この頃から変わってないなっていうのを、とても自分の中でこう揺るぎない感覚、価値観になっているんだなということを、こう、感じられるいい機会になったなぁと思って、だからこれ読みたかったんだなぁって、そしてこれを読むタイミングを自分で作れたことにとても嬉しく思っております。皆さんもぜひ自分が作った過去の作品というか、まあ書いたものみたいなのを見返すことで、過去の自分との出会いで嬉しいような発見、安心するような発見っていうのがあるかもしれません。過去の自分との出会いもぜひ楽しんでみてください。それではまたの機会にお会いしましょう。